チャンネル。こんにちは、 JST ハワイ担当の杉浦です。毎週日曜日はハワイの情報を中心に海外旅行の最新情報をお伝えしていますので、ぜひチェックしてみてください。それでは本日ですが、ハワイ旅行、円安や物価高で現金いくら持っていくのかということについてお話ししていきたいと思います。初めてのハワイ旅行の方だけでなく、久しぶりのハワイ旅行でどれくらい現金が必要なのかということについて、円安や物価高の点も踏まえながら、どれくらいクレジットカードが使えるのか、逆に現金しか使えない場所はどこなのかということをお伝えしていきたいと思います。それでは本日はこのような順番にお話ししていきたいと思います。まずは現金が必要なシーンについて、そしてそれぞれの相場について、そして3つ目に両替のポイント、両替する際に注意したいこと、そして最後に全体の注意点とまとめとしまして、現金がいくら必要なのかご案内していきたいと思います。それでは早速こちら、現金が必要なシーンについてご案内していきたいと思います。まずは基本的にはレストランやショップ、交通手段、ほとんどがクレジットカードで支払いが可能になっています。レストランのチップもそうですし、個人経営のお店だったりだとか、ファーマーズマーケット、フードカートといったようなお店、そして交通手段、バス、市バスや自転車、レンタサイクル、レンタカーやタクシーなど、いろいろなところでクレジットカードが使えるようになっていますので、現金が最悪なくても生活はできるような仕組みが出来上がっています。そして現金が必要な箇所としましては、こちら駐車場と書いたんですが、ホテルの駐車場などは基本的にクレジットカードでも支払いが可能なんですけれども、コインパーキング、メーターがついているようなコインパーキングにレンタカーなどをお求めになる方、そしてコインランドリーを使う方、そして市バスに1回1回乗られる方ですね。この市バスも IC カードが販売されていますので、 IC カードにチャージして乗られる場合はクレジットカードでのチャージやカードの購入も可能なんですけれども、その場で急に市バスに乗りたくなった時とかは、この現金で払うことになると思いますので、こういった際、そしてその他チップですね、チップもクレジットカードで支払えるチップと現金で支払うチップとありますが、基本的にはこのレストラン、先ほどもお伝えしたようにレストランのサービスに対してのチップはもうクレジットカードで一緒に払えますので、お料理代と一緒にクレジットカードで支払うことが可能でして、タクシーなどもアプリを使って呼んだ場合はその場でアプリ内でチップも支払いいただけますので、そういった際には現金は必要ありません。ということで、ホテルで枕元にハウスキーパーの方に対してのチップを置く際だったりだとか、ポーターレッジ、荷物を運んでもらった際、あとはレンタカーなどをしてバレーパーキング、駐車場まで車をホテルの方に停めてもらう場合に必要になってきます。あとはツアーガイドですね、オプショナルツアーなどに参加した場合、そして さらにオプショナルツアーにチップ代金が含まれていない場合ですね、その場合は現金でチップをお支払いする必要がありますので、これが少し高額になる可能性もあるんですけれども、また相場についてこちらでご案内していきたいと思います。まずですね、先ほど言ったようにホテル、ハウスキーピングの方にのチップやポータレッジ、バレーパーキングに対してのチップに関してはそれぞれ約1ドルから2ドル、お一人様に対してだいたい1ドルというふうに考えてもらえれば大丈夫です。荷物を運んでもらったら1ドル、ハウスキーピングはお二人で2ドル、合わせて2ドル、またバレーパーキングもだいたい2ドルぐらいが目安になりますので、本当に数ドルですね。そして市バスのザバスですね、ザバスは1回3ドルで乗ることができます。これも現金がない場合は IC カードを購入してクレジットカードで乗ることもできます。そして駐車場や洗濯はこちらも場合によると思うんですけれども、1回の最低の金額は1ドルに満たないものがほとんどでして、コインが必要になりますので、ご利用の際には先にホテルのフロントなどで両替をしていただいて、コインに崩してもらう必要があるかと思います。駐車場も長く停める場合は基本的にあまり
コインパーキングのようなものは使わないかなと思うんですけれども、5分単位10分単位で道に停める際にこういったメーターがついている場所に停める必要がありますので、その際にはこういったコインが必要になってくるかなと思います。ただメーター付きのそういった道にあるようなパーキングでもクレジットカードが使えるものもありますので、そちらを探して使っていただいても大丈夫かと思います。そしてツアーガイドですね。ツアーやガイドなんですけれども、ガイドさんに対してはだいたい1日丸1日ツアーしてもらうようなもので20〜30ドルを目安に、皆様でお一人に対してこれぐらいの金額を目安にお支払いいただければいいかなと思います。ということで両替のポイントなんですけれども、今の相場を見てもらって分かるようになるべく細かくしていただく必要があります。結構1ドル札を使うことが現金になると1ドル札でお支払いいただくようなものが多くなってきますので、例えばホテルのハウスキーパーの方に対してなんかはお釣りが返ってきませんので、基本的にチップにお釣りはありませんので、細かくしていただいて1ドル札を多めに両替の際にしていただくといいかなと思います。そしてよく使うのは20ドル以下になりますので、何百ドルとこう両替される方はなるべく20ドル以下を多めにっていう風に両替所でお願いして両替してもらうとすごく使いやすいかなと思います。両替するタイミングなんですけれども、こちら今はコロナ前に空いていた両替所もかなり減ってしまっていますので、もう日本で買えていただくのが一番安心安全かなと思いますし、ハワイに着いてから両替所を探して両替をしてなんていうのも時間がかかってしまいますので、少しの手数料のために時間を使うよりは日本で先に買えていただいた方がいいんじゃないかなと思います。もし万が一現地で現金が足りなくなってしまったよという際に不安だなという方は日本円も予備で持っていっていただくといいかなと思います。そして最後に注意点なんですが、まず今お伝えしたように基本的に現金しか使えないという場所はほとんどなくて、チップのような細かいお金を現金で使うだけだと思うんですけれども、注意したいのが割り勘の際ですね。割り勘などの際に現金があると便利ということですね。お友達と一緒に行かれたりだとか、お財布が別々の方同士で一緒にご旅行される際には割り勘することも多くなってくるんじゃないかなと思いますので、レストランなどで注文した際に困らないように現金を事前に打ち合わせして持って行ったりだとか、あとで日本に帰ってきてから計算するなど事前に話して決めておくと余分な現金を持っていかずに済むんじゃないかなと思います。そして持ち歩く現金は最低限にということなんですけれども、これはどこの旅行先でも言えることなんですけれども、日本人ということ、また旅行中ということで少し気分が浮かれているということで旅行客大変スリなどに狙われやすかったりですとか、ご自身でも財布を落としてしまう、なくしてしまうという危険性が旅行中かなり高まりますので、自分は安心だと思わずになるべく少しずつの現金を持ち歩くようにするといいんじゃないかなと思います。毎日全ての現金を持って歩いていると、もしなくしてしまった際にその後のご旅行にかなり影響が出てしまいますので、こちら現金はなるべく持ち歩かずにホテルの金庫などに入れていただくといいんじゃないかなと思います。そしてクレジットカードだけで行くよ、クレジットカードほとんどクレジットカードで払うつもりだよという方も安心しきらずにクレジットカードの予備も持って行っていただくと安心かなと思います。何かしらのエラーでクレジットカードが使えなくなってしまった、カードの不正利用が旅行中に行われてカードが使えなくなってしまったということもありますので、そういったことがあっても対応できるようにクレジットカードは2枚ほど持っていただくといいかなと思います。ということで最後にこちら出ているんですけれども、必要な現金としましては、本当に必要な額で言ったら数千円、5000円、4、5000円とかにはなってくるんですけれども、大体の方が約1万円前後を現金に変えて持っていかれるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ということで今回の動画はハワイの両替や現金についてお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の動画が参考になっているという方は高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。